まあ降りっか、これテンパれなさそうやし。あ、つまり…つまって…わ、7の想像やったんや。ワンチャン7切ろうかなって考えてた。危ね。何この女、羽マン歩く世紀やん。は？スケベ。藤井聡太くんもエッチなお姉さん好きなのかな。好きやろな。藤井聡太くんも好きやろな。大好きですって。もうあんまりさ、藤井聡太くんをいじるのは僕は本当に良くないと思ってんねやけど、将棋の試合って何日もかかるんやんな。で、相手が打ってる間とかよく散歩行くって言うやん。その間にやめとこ、藤井くんいじるのやめよう、やめよう。でも藤井くんいじったら絶対面白いしな。やめよう。でも絶対いじったら面白いラインやんな、藤井くんは。いじりてえな、どうしよう。乳首いじるんで勘弁して、勘弁したるわ。あ、そうやな、未成年やしな、しかも。そうやな、よくないな。友達になったらなんとかやけど。まだ 19? え ?19 やっけ、大人じゃん。じゃあいいや。な、藤井くんはちょっといじりにくいで。なんか、そう、やっぱ本人素直そうやし、ちょっと心苦しい。なんか高校生のイメージやわ。いや、天才なん分かってるよ。その前振りがなんかいじった方が面白いんじゃないかって、まずい脳になってる。それはまずい脳。試しにイケメンボイス出してみてよ。ああ俗濡れ村ナマコって言ってみて。ナマコ。別にナマコって言うただけやけどな。ナマポって言ってみてよ。ナマポ。女の子がみんな内股で見てるって俺の配信を。上がれなさそう。ヒクヒクしてきた。お前めっちゃアナルヒクヒクしとるやん。俺多分初めてやで、人生でこんなこと言うたん。こういうのがええの、女の子って。女の趣味は難しいな。そう、アーカイブで見られた時恥ずかしいや。今4時やから許してにゃん。嘘って出てないよね。来いよ。あ、ペイ0枚やった。あ、本当や、3枚入れてる。あ、俺ペイあぶれると思ってやっちゃった。あー、バカだ。いや、積もるかもしれん。信じろ。なんか紛れて、間違えて入ってない？あ、積もって。君2回目やけど消した方がいいか、俺これ。なんでさ、あの、関係、今全く関係ない人の何々待ちです、みたいなこと言うやつがおんの、これ。頭、お前、一回自分冷静に見直してみ？俺ロンなんやって。こいつお前、今からコメントが消えるで、ちょ、一回繰り返ってみ？あ、俺確かに頭おかしいわって気づける、そこで。そんなんばっかりになったら地獄よ。いや、聞いてる聞いてないじゃないんやって、これって。頭おかしいって自分で思わんか？冷静に一回振り返って。俺なら思う。そう、思ってないやろ。それがまず自分が気違いって実感を持った方がいい。お前多分そのうち人殺すから。本当に。お前のために言うてんねん。スルーしようよ。で、俺のこと今見てくれてるからこそ俺教えてんねん。言わんとこいつはあかんわ。人殺す前に俺止めてんの。萌ちゃんの思う人殺しそうなリスナーってどんなの？さっきみたいなやつ。多分、殺してると思う。本当に、一回、やばいって気づいた方がいい。言ってくれてありがとう。周りに怒ってくれる人がいないから。あ、大丈夫やわ。人殺しにならんくて済んだ。よかった。また一人救った。よかった。俺もちゃんとなんか活動しててそういうの止めれる人間でよかった。